HHP-8 は、ボンバルディアトランスポーテーションとアルストムが開発し、アメリカ合衆国のアムトラック及びマーク向けに納入された電気機関車である。両運転台構造の高速旅客容器として設計され、車体の材質はステンレスコーを用いている。伝送品は、フランス国鉄の BB36000 系電気。 機関車に準じており、GTO 素子を用いたインバーター制御で1機あたり1 5 0 0ットの参照を誘導電動機4機を駆動し、合計で6 0 0 0ットの出力を発揮する。ブレーキは空気ブレーキに加えて快晴、回生発電ブレーキも搭載している。設計上の最高速度は時速2 1 7キロメートルであるが、最高運転速度は連邦鉄道局により、 時速 201km に制限されている。アムトラックには1999年から2001年にかけてボストンとワシントン DC を結ぶ北東海楼向けに15両が投入された。外観は同時期に投入されたアセラエクスプレス編成と相似しているが、HHP-8 は固定編成の列車ではなく従来の客車を牽引する純粋な電気機関車として、 設計され、エムド製イムヌマイナス7機関車の保管と GE 製 E60 機関車の置換へを実施した。しかし、HHP-8 の故障の頻発とそれによる保守費用の増大に悩まされたアムトラックは、イムヌマイナス7の経年に伴う後継機の導入に合わせて、車種統一による保守費用低減の観点から、 HHP-8 も置き換え対象に含めることとなった。後継機のシーメンス製 ACS-64 が2013年から順次投入されたのに伴い、アムトラックの HHP-8 は2014年11月7日の運行をもって引退した。メリーランド州の通勤鉄道であるマークでは、アムトラックと同時期に6両が投入され、 北東回廊の線路を使用しワシントン DC とボルチモア近郊を結ぶペン線の通勤近郊列車に充当されている。マークの HHP-8 についてもシーメンス製のディーゼル機関車、チャージャーへの置き換えにより2018年までに引退する見込みとなっている。アペンディックス5デザインデータハイホースパワーエレクトリックロコモーティブボンバルディアトランスポーテーション アムトラックアワーズ466ドルミリオンコントラクト470ニューエレクトリックロコモーティブス www.armtrack.com アムトラック2016年5月21日閲覧ありがとうございます